界だと？マンションごと押し潰す気か？結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ。ここはもう大丈夫だ。まださっきの石があるはずだ。探すぞ。止まり？いや、上に行けそうだ。なんだ。近いぞ。こいつが本体だ。ぶっ殺せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。そっちじゃねえ。あの思念を追いかけるんじゃねえのか。
汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。そのサービスはいらない。山で売ってるのかよ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われてきたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。近くに何かあるな。何か。いわゆるパワースポットってやつだ。無鉄砲すぎるか。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。
びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。なんだこれ。でまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。撫でてる場合じゃねえだろ。でも可愛いだろ。可愛くねえよ。
これで助けられる。してえな。悪いけどタバコ吸わないんだよ。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。
技を習得できるくらい強くなっているぞ。この建物の周りやたら結晶が多いな。しまいだよ。水の流れが止まるとそこにはあまたの情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな、この辺りだと。いいじゃねえか。タバコ探してくれ。どうして？推定からに決まってるだろ。絶対に嫌だよ。